パリ五輪女子バスケットボールのグループフェーズ最終戦が4日、リールのスタッド・ピエール・モーロワで行われ、前回東京五輪銀メダリストの日本はベルギーに58対85で敗れ、3戦全敗のグループ C 最下位で大会を終えた。ベルギーに大差で勝てば決勝トーナメント進出の可能性を残していた日本は序盤から劣勢を強いられ、生命線のスリーポイントシュート、スリーピース。 成功率わずか24.3%に封じられた。東京五輪で世界を驚かせた日本は、なぜ得失点差がマイナス64に達する惨敗を喫したのか。時間の経過とと,ともに希望が絶望に変わっていく。世界ランキング9位の日本が同6位のベルギーに大差をつけて勝った上で、 続けて行われるグループ B の結果次第で日本が決勝トーナメントへ進出する可能性を残していたグループフェーズ最終戦しかし大前提となる勝利そのものが7対19で落とした第1クォーターを皮切りにどんどん遠ざかっていった生命線としてきた3ピースが決まらない第1クォーターは7本放って成功したのはまさかの0本 第2クォーターの残り7分59秒にアコをひまわり、25、デンソー・アイリス、がようやく決めたが、最終的には37本を放って9本と40%を目標に掲げる成功率はわずか24.3%にとどまった。両チームは3年前の東京五輪の準々決勝でも激突。最終クォーターの残り15.2秒で林崎、29、富士通・レッドウェーブ。 で3ピースを決めて86から8号と劇的な逆転勝利を手にした日本がそのまま史上最高位の銀メダリストへと駆け上がった。キャプテンとして2度目の五輪に臨んだ林は最終的には27点もの大差をつけられたベルギー戦を試合後のフラッシュインタビューでこう振り返っている。私たちが走りきれた部分を含めていい場面もありましたけど。 ベルギーの圧力もすごくて、自分たちが止めきれなかった部分がたくさんあった。一生したかったし、次のフェーズに進みたかったという気持ちが強い。現在は男子日本代表を率いるトム・ホーバス前ヘッドコーチ、HC57 から。 特別なスリーポイントシューターと信頼されていた林も、ベルギー戦ではチーム最多の13本を放ちながら成功は3本と23.1%にとどまった。もっとも、グループフェーズの3試合で、日本はスリーピースの成功率だけでなく、リバウンドの攻防でも大苦戦を強いられ続けた。リバウンド数を振り返れば、米国との初戦で27から56、ドイツとの第2戦で34の48。 そしてベルギーとの最終戦では32から4号と大差をつけられた。こうしたスタッツに、身長1 9 3センチメートルの高さを武器に長く代表をけん引してきた、トカシキ・ライム、33、アイシン・ウィングス、のパリ五輪代表落選を敗因に挙げる声が SNS 上で飛び交った。しかし、現在は大学でヘッドコーチを務め、米国で学んだ経験のあるバスケットボールの専門家は、 日本がパリ五輪で結果を出せなかった原因は3つあると指摘アメリカ戦でチーム最多5本のスリーピースを含めて17得点を上げた山本舞24トヨタ自動車アンテロープスの決意